をやってましね、で、その時に始めた社異業種混合型の社会課題解決プロジェクトというような形をたまたまサントリーの仕事でやったんですけど、これでちょっと自分自身はまりまして、この社会課題とビジネスをこうかき混ぜるっていうのを、いろんな形、コミュニティとかいろんな研修とかですね、いろんな場でやっていこうと、これがあの自分のライフワークだっていうふうに思ってしまってですね。 そこからまあ転がり転がってその一般社団法人アライブっていう次世代リーダー向けの異業種今後の社会課題解決プロジェクトをやってたりで地域版の百大部っていうプロジェクトをやってたりあとリバイブっていう五十歳以上向けのものをやったり東大と OTD 組織変革のためのダイバーシティっていうまあそういうような まあ、あの団体とかですねコミュニティとかそういうのをいろいろやっているとそういうような人間でございますあの場の主催学自体はあのた教,教授の劉さんがあの骨格作られてるんですがあの第1回からあのキュレーターとして参加しておりましてあのこういうふうにいろんな人がですね場を通じて、まあ、私みたいにたまたまそういうような場があっただけで なんかライフワークを感じるようなまあ、そういうようなあの経験を自分自身もしてますんで何かあのこういうような機会をたくさんの人に伝えていけたらいいなというようなことを思ってあのここに参画しているとそういうような形になりますのでよろしくお願いいたしますはいじゃあはい引き続きまして龍さん自己紹介からあの特別講義の方までよろしくお願いしますはい。 え皆さんよろしくお願いします。あの、高橋達之と申します。まあ、あの、略歴はこんな感じでですね、ソニー、サムスンで事業開発の仕事をした後にですね、私もたまたま2007年に、あの、こう、人と知り合って、コミュニティを作って、当初はそれ別に仕事でも何でもなくて、本当にプライベートでやっていたものだったんですけども、まあ、そこからですね、こう、いろいろこう、流れ流れて、まあ、ここら辺の話は後のレクチャーの中でお話しするので、走ります。 それが、えー、コミュニティ作りとか学びの場作りというものがです、ね、私自身のライフワークになっていると、やはりそのこうきっかけとしてコミュニティというものがあったのでやっぱりそういったものをです、ね、作って、まあ、そういう,ふうにこうにライフシフトを実現していく方々を、まあ、1人でも多く増やしたいというふうに思って、まあ、こういった形で,です、ね、こう実践の機会を提供している、まあ、そういったものになります。 じゃ、はい、あ特別講義ってなんかというか特別って偉そうな話なんですけど、まあ、あの要はすごく簡単にコミュニティとは何かとかですね、えー、まあ私自身がです、ね、コミュニティというものをこうどのように作ってどういうふうな形でえこういろんなきっかけができて自分の人生が変わっていったかというところを主にお話ししてあとはまあこの講座でどういうことをするのかと、まあ、その3点についてお、ね、話をいたします。 でまずですね、コミュニティが生き方や働き方にもたらすインパクトということで、私自身のお話をしたいと思います。えーまあ、あのこの講義に関してはですねあの、ぜひ皆さんとインタラクティブにやっていきたいというふうに思っておりますので、ズームのチャットという機能が、ね、あ,のありますから、えーまあ、それで、えー、もういつでも気軽にメッセージを送ってみてください。はい、では、ちょっとですね、まあ、そのチャットの エクササイズも兼ねまして、皆さんについて教えていただければというふうに思います。やることは簡単で、番号をこうアップするだけです。えー、コミュニティとの関わりについて、えー、まあ、その、ご自身でコミュニティを主催しているよという方は1、もう本当1を押して、もうポンとおあのアップするだけですねで。運営に、主催者ではないけれども、運営に関わっているよという方は2番。まあ、そういう,こう参加が、あの、 運営側の立場ではないけれども、まあ結構こういうところに参加しているよという方は3番。まあ1回、2回行ったことあるかなとか、全く行ったことないかなとか、まあそれぐらいであればですね、あの4番ということで、どんどんあの上げてみてください。はい、ありがとうございます。サコンさんは3番ですね。丸山さんは4番。意外と初心、初心者というか、あの、こう、そういう方もいらっしゃるということで、はい。 一度にとさん。これ逆にすごくベテランな感じがありますね。はい。ありがとうございます。はい。まあ、これ、あの、引き続き入れていていただければと思いますけども、ちょっと先に進めさせていただきますね。はい。で、私自身のですね、もともとのこうきっかけというのがですね、本当にひょんなことで,でした。 あの八丁堀にあの行きつけのお寿司屋さんがあってで、そこに隣の人間とですね、ちょっと盛り上がって、えー、ご近所会やろうというのがあの始まりです。で、まあ、もともと私も新その前、新宿に住んでいて、それでなかなかあのこういう、こう、歌舞伎町のすぐそばだったんですけど、そんなところに住んでる割に,にはですね、あのご近所の友達いなくて、なんかもったいないなと思ってたのが、まあ、ちょっとこう、八丁堀の方に。 まあ中国で,ですね、引っ越してきて、そういう,こうきっかけがあって、人があのつながり始めたというところがあります。で、結局ですね、それがこう人が人を呼んで、4年、まあその、あまり大々的に、なんでしょうね、やってたわけじゃないんですけど、4年で1300人超えるぐらいの,この登録、まあ僕らが勝手に登録してるだけなんですけどね、になって、月齢会は毎回100人ぐらい来て、月日本願寺のお坊さんも当然中国のお仲間なので、こ,こ,この、 こう向かって左手のところにですね、行動っていうのがあって、そこでこう300人ぐらいで飲み会やってたりとかあのしてました。まあ、そういうですね、こう、いわゆるコミュニティ。 いわゆる社会学でいうですね弱い中退っていうあの考え方があるんですけどももちろん皆さんいろんなコミュニティ持ってるわけでですねその仕事とかま家族とかこう学校の友達みたいなまあちょっと固めのというかあの強めのコミュニティもあればまあ今日こういうところに来てでこの皆さんがこう 講義に参加されたとすると、まあ、修了生のコミュニティみたいなものもあって、まあ、それこう結構緩やかなものだったりとかして、まあ、そういうふうにしていろんなこうコミュニティがあって、そこは接点をたくさん持っていることによってあの、結構いろんな新しい情報が入っていくというのがここあの考え方としてありますで。それ自身はですね、1970年代に、えー、マック・グラノベッターというスタンフォード大学の社会学者があの述べたあの、まだネットも何もないような時代ですね。 えー、その頃すでにそういうことがこう言われたんですけども、まあ、あの近年結構こう日本では特に注目を浴びているこうライフシフトの中でもあのこのようなですねあの、まあ、変身資産という考え方があってやっぱりその人のこう多様な人のつながりというものがあのこう どん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 変化が激しくて、いろんな仕事を自分自身でもこう自ら変えていかなきゃいけないっていうときに、まあ、こういうものがこうその資産として役に立ちますよというようなことを言っています。で、私自身それをこう自分でもその実体験として、もともとソニー・サムスンで事業開発やってた人間がなぜかコミュニティ作りとかですね、あの早稲田大学で,あので講座作りとかを全く未経験からやっているとい本当にそういうところだなというふうに思っております。 でまあ、ちょっとそこら辺の時事例ですね。私がなんでそういうふうになったかというところで、まあ、先ほどのこう集まりをやっていて、まあ、細かいところを走りますけれども、あるときに早稲田大学の先生と会ってですね、その先生がゼ,ゼミ生がビジネスプランコンテストをしたいと言ってるんだけどなっていうのちらっとつぶやいて、でそれをこうちょっと拾ったんですね。じゃあやってみましょうと。で、じゃあサムスンをスポンサーにイベントを実現して、 したんですけども、その先生がですねたまたまあの数年後に和瀬谷ネオという私がこう講座企画をやっていたところのあの立ち上げの先生になってでそこで再会しましたと。 で、またそこで話したときに、ちょっと事務局がない、ろいろこう大変そうで悩んでるみたいんだけど、相談乗ってくれないって言われて、で、まあ私も軽くですね、別に仕事ではなく、あの本当にこうプライベートで、まあ私の母校でもありますので、全然いいですよっていうふうに答えして、で、まあ結構僕自身もですね、その前にこう、ちょっとそういう講座作りをしたりとか、講座作りっていうのかな、あの、大学院時代にちょっとアルバイトでですね、あの自分で知り合いの社長の、 会社の研修を勝手に作ってみたりとかあのしてたんですけども、ノリノリでやったら仕事としてお願いされてですねで、1個目を結構ですね、一生懸命というか、まああの、楽しくてやったら、なんか年間でまとめてたくさん作ってくれませんかって言って、なんかそれが仕事になっちゃったんですね。でもちろんあの大学の講座作りっていうのは大社しか金にはならないんですけども、わかりますよねと,とですね。ただこれをですね、あの1個目のプログラムを加換するために、 これは結構全5日とかのレジ、まあ、値段もその10万ぐらいのやつだったんですけど、まあそれやっぱりそのままやってたら人来ないだろうから、ちょっとまあ今日のこういうような形でですね、外向けに結構いろんなところであの入門編的なこうイベントやってたらですね、意外とそこから企業研修の仕事が取れてしまって、あの、まあそうやってこう仕事につながるんで、私もこうそういう,こういろんなところでやるようになり、で、まあちょっとこう、 まあ僕、そういう企画をすぐ,すぐ形にするですね、ノウハウがあのコミュニティの活動の中で蓄えられてたので、えー、2年目の時はですね、年間200個、つまりまだコロナ前の,あのオンラインではない時代にですね、まあ、1営業日に1個ペースで結構作っていて、 で,すね、で、今度それをなんかやりきった感じがあったので、まあそれをですね、まあノートというブログサイトみたいなのがあるんですけども、まあ、そこにですね、ちょっとこう頭の中にあるものをどんどん出していこうというふうにあのアウトプット、発信していきました。まあ、ペースとしては3日に1本ペースで3000字ほどのものを書いてたんですけども、まあ、この中のですね、まあこういうそのコミュニティの作り方とかセミナーの作り方の中のこコミュニティの通信っていうのは結構なんかバズってですね、その界隈の人たちに、なんでしょうね、こう皆さんがえこう心に あるちょっとした傷に塩を塗り込むようなですね、あるあるを書いたんですけども、まあ、何度も検査に私書いたんですけど、まあ、それが非常に認知されまして、でこれでですね、こう登壇者として呼ばれるようになったと。あとですね、ま,あ、また新しい流れとして、コロナで、あのでもさっき、にセミナーをやって、そこから仕事を取ってたのが、コロナになった瞬間に、こう営業のルートは立たれるわけなんですよね。でまあ、そこがなんとなく、こう あの頭の中だったんで、世間一般では3月下旬からコロナでイベントが中止になり始めたんですけど、私は結構2月の下旬ぐらいに、これはもうオンラインに振らなきゃいけないというふうに思ってで、ちょっとオンライン化のですね、にシフトしたというのがあります。そうするとこう、オンラインの人として、別にあの私、私、全然そんなやったことないんですけど、 あのやっぱり一歩半歩早く動くことによって、えー、それで本も出て企業向けのですねそういう,こう支援のお仕事というのもできてきたということですねで最初にやったのはですねあのこういうフェイスブックのグループを作ることなんですけどこれ何かというと僕自身があの自分なんでしょうねそこら辺の知見が全くないのでみんなでこう知見を共有しましょうということで作って 自分で調べたものをこう,こういうところにアップしてそれを他の人もやっぱお互いにアップして活用することで、まあ、みんなそうやってこうどう同じく困ってるので、まあ、お互いにこう知恵をこうシェアし合いましょうみたいな、まあ、そういうことでやりましたなのであのほとんど手はかかってないんですけれども、まあ、こういうものができてそれでこうちょっとオンラインの人前は DX って書いてなかったんですけどねあのオンラインの人みたいなそんなふうになってしまったと。 ということです庄司さんも今ね、あのチャットで、えー、認知したのはこのグループですっていう、なんですけど、実はこの講義もですね、えー、まあ教授がいて、キュレーターって必ずつけなきゃいけなくて、で、僕はキュレーターを公募したんですね。で、このサイトから経由であの出会ったんですよ。で、すごく偶然なのが、あの4人ぐらい手を挙げてくれて、で、まあ、庄司さんが一番そういう、こう、僕がイメージしている経験に近い部分をお持ちだったので、あの、なのでお,お願いしたんですけども、 あのその後すぐ気づいたのがですね、全く同じコワーキング、あの、シェアオフィスで、の、こう、入居者でですね、あの、まあ、それを全く、お互い全く知らな、知らずにやってたというですね、すごい偶然があったりして、そういうところがですね、結構、こう、面白いあの出会いだなというふうに思います。はい。 まあこれでその本もえと商業出版で出したりもしています。あとそ、そういう方法論を使って、まあ、僕、ソニーの出身なんですけども、ソニーのアルムナイ、いわゆる OB o 児会ですね、というのをこう作ったりもえしました。でこれもですね、こう 1, 1円ほどであのアルムナイのアワードみたいなのがあって、まあ、それをこう自称で。 してもらったりとか、まあ、そんな感じですね。まあ、その方法論というのをいろんなところで使っているという感じですね。で、やっぱりそういったこう実践者を増やしたいというのが、あのー、あって、まあ、この場の主催会も第3期になりますけれども、やっております、はい。で、これ全部狙ったわけじゃなくて、やっぱりこうたまたま始めたものなんですけれども、こうその思い入れを持って、性に合うものを突き詰めた結果、まあ、なんかこう、物事が転がっていくという。 こととじゃなないいいかなという,ふうに思っていてまあそういう,こう偶発性というんですかね、計画的偶発性みたいなことも最近ありますけれども、ちょっとした仕掛けみたいなのも当然あるんですけども、全くのこうイノセントな、あれでもなくて、いろいろちょっとした仕掛けとかありますけど、でもこう一部ではやっぱ好きなものを突き詰めるとか、流れに身を任せる部分っていうのがこう 組み合わさっていてまあその狙ってばかりいってもですねあのこう狙い通りにはいかないしそういういい仕掛けとしてのコミュニティを作ることによって、えー、こういったことが起きてくるんじゃないかなというのが私の実感値なのでまあそれを皆さんにですね一人でも多くやっていただきたいというふうに思ってます。 でやっぱりこう根源的時、まあ、これは生きがいなんていうチャートをよく、あのー、こういった話をする人、あの使いがちなんですけども、やっぱ好きなこと、得意なことっていうことから始めて、でそれがや,やがて必要にされること必要とされてでこう、きちんと仕事としてお金をもらえるようになると、まあ、そのすべてが組み合わさったところが生きがいみたいなところがあって、まあ、そういったものをですね、まあ、作っていく第一歩として、やっぱ好きが得意っていうところから何かアクションを起こしてみるということをですね、していって、 いいいたただく場にしたいというふうにしとう思っておりますじゃあ、そもそもそのコミュニティって何かということですね。で、まあ、ちょっとですね、あの皆さんが考え別に、別にこれ正解とかあるわけではないし、学術的にどうこうとかではないので、あのコミュニティって皆さんどういうものだと思われるかというのをですね、ちょっと、あの、テキストでチャットでアップしてみていただけますか。はい。もうまあ、簡単な一言で構いません。はい。 もう人の集まりでも全然いいですし、はい、もうちょっと長い文章でもいいですし、まあまあ、あのー、ちょっと、えー、30秒ほどお時間を、えー、あの取りますので、まあ、お話としてはですね、ちょっとこう先に進んでしまうかもしれないけど、引き続きあの、テキストを打ってみて、はい、送っていただけると思います。はい、小野律子さん、つながりとで、何かのテーマに惹かれる人たちが集う場や集団、あなかなかこう、 結構カチッとした定義をされますね。折口さん、はい。坂本さんは、えー、グループ仲間。はいえー、中澤さんは、えー、共通のテーマのあるつながり。あなかなか皆さんこうす、すごくいいポイントを,をあの作られます。つれますね。はい、あの引き続き打っ,打ってあげていただければと思いますけども、ちょっとあの時間の関係で先に進みましていただきますね。はいまあ、こういうですね、あの イベントとかこう人脈とか、私はあま人脈ってことは使わないですけど、あのそういうものとなじゃあ何が違うんだろうっていうふうに考えたときに、まあ、これは私はこう思いますということなんですけども、まあ、イベントっていうのはですね、まあ、基本的にはまあ今日のこれってあの単体のイベントだと思うんですね。つまり横のつながりはないんだと思うんですよ。であと、そのこう継続的な人のつながりっていうのがあったとしても、それはなんかこう、人と返しての、なんかこう、 つ,つ,つながり、なんかこうそこの軸となるものがなかったりして、あのまあ、中澤さんが言われているようなこう共通のテーマとかですね、オリグさんも同じようにこう何かのテーマっていうふうに言われてますけど、まあ、テーマに沿った活動で、継続的なこう活動で、横につながっているというところがあの、コミュニティと他のものとこう分けるポイントかなというふうに思っています。まあ、こんな感じで、まあ、も何かこう目的があって、 でそのこう軸その何をやるかとか、どんな人があの集まるかとか、まあ、そういう,こう判断基準みたいなのがあって、やっぱりこう総合的お互いの関係があるということですね。まあ、ちょっとコミュニティというのはですね、あのいわゆるこう結構いろんな文脈でコミュニティって使われるので、もともとはやっぱ地域とか学校とか会社みたいな、まあ、そういうことが一般的だと思うかもしれませんけども、まあ、ここでコミュニティというのは、やはり、あのまあ こういうインターネットなんかの時代特にやりやすくなっているんですけれども、こ,うこの呼び止まれみたいな形でですね、やっぱり誰かが旗を上げてそこに集まっていく、テーマに惹かれた人の集まりっていう風なところになっていくと思います。逆にあの地域とか学校ってその、地域とか学校自体は自分で選んでますけど、そこにいる人たち、まあ、会社もそうですね、っていうのは自分で選んだわけではないから、あのこう全然自分とノリの違う人たちがたくさんいて、まあ、そういう子はそこでこう、 いろいろすり合わせていった、こういう形成したいっ,たっていう,う大変さがあって、でもこうこう、例えば、えー、このバノシス学だったらコミュニティを作りましょうっていうふうなあの集まりであったら、やっぱり基本的にはその何をやるかとか、あのどういうっていう基本的な軸は皆さん共通してるので、まあ、そういったところでですね。あのこう や,やりやすさもありますし、まあ、今風というか、オンラインでこう距離が離れてても継続的につながりやすいので、あの今、まさにこう作りやすいものかなというふうに思います。でこれがですね、やはりこう続くということは、ちゃんとその持続可能な仕組みがある必要があって、まあ、これはちょっとあの小難しく書いてますけれども、あのまあ こう横の違いっていうのもですね、やっぱり何かしら、あのどういう人がそこに集まるかっていうのはやっぱ目的に照らっして、例えばここだったらコミュニティというものにも実際に関心がある人っていうふうにが集まるということになりますし、えー、そこでこう例えば知見を共有して、それが他の人、つまり自分が知見をこうシェアすると、他の人がそれを見て、ああ、学びになった、実践してみようって、やって実践してみて、こうまたその場合自体にこうナレッジが蓄積されていくみたいな、まあ、そういう,こう継続的な みん、ねえー、なにとってよしということが続くということですね。まあ、そういうものがです、ね、あるということがコミュニティというものがです、ねえー、活性化して成長していくということの肝になると思います。まあ、もうちょっと紙芝居的にです、ね、分かりやすく書いてみると、あのああ実際この受講生があのこの講座の,中で、えー、講座の中で実施していただいたのはこんなようなの,なので、本当にいろんなタイプのものがあ,のあったりします。はい えーまあ、コミュニティの立ち上げのイメージ、紙芝居的にやるとですね、まあ、何をやろうというふうな、今みたいなこういういろんなテーマ、これは何でもいいわけですね。そうするとですね、興味関心を持ってくれた人が集まって、旗を取ってると、えー、集まってくれるわけですね。で、そういう人がですね、まあ、そこの場が良い場であれば、こうまた行こうとか、えーと、人を誘って一緒に行こうとかいうふうになってくれて、その場がこう活性化して拡大していくと。 いうような、まあすごく簡単に言うとこういうことになります。で、まあその例えばこう、料理のレシピサイトみたいなところで言うと、新しいレシピをこう、あのそのコミュニティに公開すると、そこのコミュニティにいろんなおいしそうな、作りやすそうなレシピが増えていって、で、そこが充実していくことによって、どんどん新しい人が参加していく。まあ、たあの食,べ食べログじゃなくて、えっ、ー、と、 名前どうせしちゃったクックパッドですね。あの最初はそんなにこうコンテンツ多くなくても増えていくことによって、なんかあのレシピを探すと必ず検索に引っかかってくる。でそうすると、あそれ見て、あのあ登録しようみたいな風に人が増えていってで、やっぱこう、このレシピをたくさん上げている人っていうのはその中でこう目立ってきて評価も蓄積されてきますので、まあ、結局別にただであれ、あの レシピ上げているわけですけども、やっぱそういうことで認知されて、何かしらこう仕事になっていくみたいな、まあそういうこう今風な形での、そのこうリワードというか、リターンがあると、まあそういうことはですね、結構ある、あの、やっぱこうそういうのがこう、あって、そういうのが分かっている人は、やはり積極的にコンテンツを、どんどんいいコンテンツをこう自分で開発してあげていくと、まあそういうような、あの、こう流れができていくということですね。 はい、でやっぱりここで大事なのはあの、一歩踏み出すことだというふうに思っています。あのまあ、先ほどの僕のやつもですね、みんなそれぞれはちょっとしたあの一歩だったりするわけですね。その寿司屋にいる人とこうにちょっと話しかけてみるとか、まあ、そのきと合した実際にこう企画を作ってみるとか、であとはその、まあ、こ講,座講座というか、あのビジコンをやってくれとやってやってみるとか。 えー、講座付けに相談乗ってくれって言ったらやってみる。講座を作ってみる。で、オンラインのこう場も作ってみる。まあ、本当にそれぞれ一歩踏み出すことによって、いろんなものが回り始めるということの連続なので、やっぱりそういう一歩踏み出すということをやって、えー、いただきたいというふうに思っています。ただですね、そのまあ、そんなことは別に言われなくても分かってますよねと。じゃあ、なんでできないんでしたっけねっていうのが、多分あると思うんですね。 で、その一,こう一歩踏み出すことを後押しする場を作りたいというふうに思って、この講義を、えー、作っています。はい。で、まあ、コンセプトとしては、やっぱりこう一歩踏み出す場ですね。はい。で、そのコミュニティというものを、えー、自分で作って、で自分らしいこう生き方を実現すると。まあ、そういうことを、そのこう最終的なゴールに向けて、まあ、その一歩を踏み出してみようというのが、この の講義の、えー、コンセプトになりますで対象としてはですね、まあ、こういった運営し始めた方もうすでにやってる方をですね全然あのいろんな学びもありますのであの結構ですし、まあ、これから立ち上げる方というのもですねあの対象になります。 でまあ、講座のゴールとしては自分でコミュニティを立ち上げられるようになるということで、広法論をレクチャーして、あとそれを実際にワークなどで、えーまあ、アウトプットしていくというものもありますし、まあ、一番の特徴としてはです、ね、この全5回の期間の中で、実際にちょっとこう人の集まり、コミュニティ化を見据えた人の集まりを形にしてもらうというふうに、のがこう一番の特徴ですね。 実際、こう前後回のですね、構成はですね、この第3回と4回の間、まあ一応ちょっとゴールデンウィークも挟みつつ、でもその単にゴールデンウィークの間だけではなくて、もうちょっとこう開けて、3週間ほどここ開けてます。で、要はその間、前段3回で、このなんか集まりをですね、作っていただいて、で、その3週間の間に実施していただいて、で、それを振り返って、で,で、その後自分でできるようになると。 あのなるためのですね、こう、えー、プランを作っていくということが、まあ、前回、前後回の構成になります。はい、で、まあ、前後回、その、やる中で、なんでイベントを実際にやるのかということなんですけれども、まあ、自分で,で、こう、自走できるようになることに必要なものっていうのは、やっぱりこう、自分を突き動かす原動力であったり、こう、やりたい、こういう、こういうことを実現したいっていう、こう、 ありたい姿ゴールであったり、あとそのための方法論ですね。で、方法論は当然その、リクチャーでインプットはしていますけど、でもそれを聞いたところで多分で,できないというかあのこ、ここの前段の方が大事であって、で、これってやっぱりやってみないとわからないわけなんですよ。あの、僕自身もさっきこう、寿司、 えー、たまたまご近所会始めたっていうふう,なふうに言いましたけどもともとバックパック背負って世界を一人でえ旅してるようなあまりこう社交的な人間ではなかったんですけど、えー、こうそういう飲み会とかの感じをやるようなもんであのタイプではなかったんですがたまたまやってみたら意外とこう性にあったというか、まあ、それそのものというよりかはやっぱりそこにいる人たちが自分にとってやっぱりこうすごく 楽しい人たちったので、やっぱりこういう人たちがどんどん集まってつながってよりなんだろうなその人たちにとって価値のある場を作りたいというふうに思ったというのがこう自然に自分を突き動かしていったんじゃないかなというふうに思います。でまあ私の場合そんなになんかこうしたいっていうゴールはなかったので、まあ、結構こうあの5年ぐらいはですねあの流されるがままにあの流れに身を任せてやってたんですけどもまあまあそこはあのちょっとこう えー、皆さんの場合はもうちょっとこう短期的にいろんなものを形にしていきたいというところもあるだろうということで、まあ、こういうゴールもあった方がですねやりやすかったりもしますから自分をこうなんでしょう、ね、ドライブしやすかったりもするので、まあ、そういうことをですねあの入れていくということで、まあ、このゴールというのも具体化していくということです。で やっぱり方法論もですね実際やってみることによって腹落ちするわけですね。ああの頭で運転と同じであの、頭で聞いてもですねあの実際に車を運転してみないとわからないと、運転できるようにならないというのと同じだと思います。はい、であとこう、とはいえ3週間でイベントをあの人の集まりをですね企画して、えー、形にするって意外とすっごい短い時間なんですよね。 すごいその大変なんですけど、じゃあそれをちゃんとできるような仕組みというのをあの揃えてますよっていうのがあります。まあ企画を実現するステップっていうのは私自身がえっと先ほどのこう自分でたくさんやってそれをノートのこう記事とかこういう資料にして細かくステップは切ってあるのでまあ誰でもできるようにはこうしてあるのでまあそういうのをですね各回のワークの中に入れています。 逆にですね、各界のワークをちゃんとこ,うこなさないとですね、なかなか走行はキャッチアップできなくなってしまうので。 あのそこら辺はちょっと大変な部分ではあるんですけれども、まあ、ただそれをですね、こう後押しするさまざまな仕掛け、まあ、あの一応締め切り効果って、ね、世の中にあって、自分で一人でやろうと思うとあなかなかできないけれども、一応いついつまでですよっていうと、まあ、そこになん,かなんとなくこう合わせようとする、100%じゃなくても8割ぐらいを選ぶとする、でもその8割ってあのこう確実な第一歩なので。 その何もないとこうゼロパーなのがあの実は8割できたっていうのは結構大事だったりしますしあと、自己生同士でチームを組んで、まあ、お互いにやっぱりこう他の人がどうやってるみたいな感じで話をするとですねあのちょっとやろうかなというやんなきゃなっていうふうに思ってくるみたいなのもありますあと、修了生の方がです、ね、アシスタントとして入ってくれて、まあ、同じこうこう歩みを歩んで ちょっと前に歩んで同じこう苦労してきた人がですね、やっぱりつまずきそうなポイントとかをいろいろアドバイスあの、ね、事前に見てしてくれたりもするので、あのまあ、そういったところでからですね、こう仕組みとしてあの、まあ、ハードルを下げていく、もちろんその歩みを、ね、こうあの進めるのは自分なんですけれども、まあ、そのこう阻害要因となるようなものを極力減らすという仕組みはいろいろ入れています。 はい、で私自身もですね、こう課題を提出いただいたりとか、まあ、質問を上げていただいたりしたら、まあ、あの驚くほど速スで返すので、えー、基本100%速スぐらいの勢いで返すというふうなスタンスでやっているのであの、どん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 質問していただければと思いますし、まあ、そういうことがあるからあの、自分の個別具体の課題というものに対しても、えー、学びが得られるというものになります。はいまあ、そんな感じでですね、あのまあまあ、 こうウトプットがありますけど、それによって、やっぱりこのつながりっていうのをどんどんできていくので、まあ、多分あのこの後終了生の方々、お話しいただきますけども、まあ、それなりに楽しいんじゃないかなというふうに思いますので、ぜひご参加いただけるというふうに思いますし、あと他にもです、ね、あのこういった形で2問イベント、まあ、この講義ではです、ね、あの2人ほど4回、5回ゲストを呼ぶんですけども、この上の方の竹澤さんと、この下の松田さん。 があの4回5回のゲストしい、ねえー、いらっしゃいます高島さんは前,前々回第1回の,あのゲストで、まあ、そういった形でですね、この講義に関わる人、関わった人の,あのトークイベントとやるので、よろしければご参加ください。はい。じゃあ、あのこの後ですね、えー、と早速、終、えー、了生の方々、今日は弓名持さんと森田さん、お二人があのお越しいただいているので、えー、ちょっとそのお二人にですね、あのお出ましていただきながらですね、まあ あのまあ、僕はね、や使っ,やってる場合とか、まあ、高橋はそういうけど、実際どうなのよというようなことをですねあの聞いていただければというふうに思います。じゃあ、森田さん、み、まあ、道おさん、モさん森さん、よろしくお願いします。はい、いますじゃあ、お二人、ここからよろしくお願いします。いますじゃあ、ここはちょっとまた<や>あの司会を庄司さんにお戻しして。 あのもちろん龍さんも入ってきていただけたらと思いますが、4人でちょっとお話ししながらあの15分ほどを進めたいなと思ってます。じゃあまずお二人それぞれあの自己紹介のところを簡単にしていただけますでしょうか。それじゃあまず三調さんお願いします。はい。えっ、ー、と二期に参加した読みなもち三調と申します。と現在あの仕事ではあのまあパラスポーツサポートセンターというまあ団体で。 小学校や中学校や高校生などに向けて、えー、とパラスポーツの魅力を伝える仕事をしています、えーと。もう少し具体的に言うと、講師のパラアスリートと一緒にあの全国の学校を回って、まあ、車いすバスケットや車いす陸上などを体験してもらうことをしたりですね、あとまあ講師のコアを聞いてもらったりとそういったことをやっています。えー、とそれ以前は、えー、と主に カメラなどを扱うメーカーに勤めていまして、うんえー、ただあのスポ小さい子からスポーツに関わってきたので、まあ、スポーツの仕事をしたいということで、まあ、会社を辞めて、スポーツコーチを始めて、その後、まあ、今の仕事をしている状況です。みちおさん、ありがとうございます、はいはい。じゃあ次、モーリーさん、お願いします。はい、えー、と改めまして、森田と申します。えー、と私はですね、2年前までは NTT ドコモにおりまして、 いろいろとあの地方だったり転々としていたんですけど、まあ、その頃から NPO 法人の方々とまあ地域の取り組みを一緒にやってきていという,ようなところで、まあ、もうちょっと地域に近い仕事がしたいなと思いまして、2年前に今の現トラストバンクという会社で、えー、っとふるさとチョイスですね、ふるさと納税なんかを運用している会社に今、勤めている状況です。でその中でで、えーまあ、単純に寄付額を集めるんではなくて、まあ、地域と つながる寄付者の方を多く増やして、まさにそのファンというか、コミュニティを形成していきたいというふうなところがあって、まあ、ここの、えー、とセミナーに受講するというふうなところにつながったみたいなところもある。はい、そんな人間です。よろしくお願いします。ありがとうございます。あの あれですよね、2期、あの、女性の方が多かったんですけど、たまたま今日は、あの、2人だけいた男性2人が来ていただいたという形になっております。ありがとうございます。じゃあ、あの、ここから2、3問、ちょっとお話聞いていきたいと思いますが、 あのまずですね、先ほどあの特別講義もちょっとありましたが、あのエッセンスをあの劉さんがお話ししてましたが、あれを5回シリーズでやってきたというところで、まあ,あの講義で学んだことってどんなことだったかというところを、じゃあ次も、モーリーさんからお願いできますでしょうか、はいえー、っと本当に学びは本当にいろいろ深かったなと思ってます。さっきのノートでいろんな えと記事を書かれてるみたいなところもあったので細かいところはそういったところでもいろんな学びあったんですけど一番大きかったのはやっぱりその小さく試しててみるっていう,うなところですかねやっぱりいろんなことを妄想したりとか想像したりだとか、まあ、こんなことをしたいなってことはいろんな方々がいろいろ思われるんじゃないかなと思うんですけどいざ実際に一歩踏み出すってなかなか大変だなっていう中で結構ですねあのメンバーの方とかあの教授のリュウさんとかから、まあ、正直最初って1人2人集まら集まらないであっても まあ我々でメンバーは行くしみたたいいなお話をいただいてだいぶその一歩目っていうのがすごく自分の中で軽くなったなと思っていますと、まあ、それが一つ目かなというところですね、まあ、それ以外にもやっぱり改めていろいろ考える中で自身の中の棚卸しにつながったなっていうようなところと、うん、メンバーの分だけバリエーションっていうんですかねいろんなそのコミュニティの作りみたいなところにななんかちょっと携われたというかちょっと知れたみたいなところがあったのもすごくいい 経験だったなとと思っていいまますす、はい、ありがとうございますそうですよねあの、なんかコミュニティ作るとか、イベントするとか言ったら、もう一瞬ね、なんかすごい大変なことっていう風になるんですけど、この講義で言ってるのは、もう本当、小さいものでもいいですよと。で、誰も来なかったら、私が行きますよみたいな,な。<laughs> とか、あのね、あのさん今回コ、コミュニティ コミュニティを考えてるコミュニティでもあるんであの、みんながお互い助け合うみたいなところがあるんで、そこのなんか気軽に一回やるっていうのにはすごくいい場になってるっていうのを言っていただいたのと、はい、あとそれが言語化されたり、ステップが分かったりというようなところで、まあ、あとあれですね、他の人がやってるのから、まあ、失敗も含めていろんな学びがあるというようなことを言っていただきました。ありがとうございます。じゃあ次、弓代さん、お願いします。はい ちょっと、まあ、重なる部分もあるかもしれないんですけど。弓尾さんじゃないですね。道尾さん,みさんすゃないです。<laughs> ごめんなさい。<laughs> えっと、まあ、あの、プログラムの、まあ、特徴としてイベントを試行するっていう、うん、まあ、課題があるっていうので、まあ、私、この講義を、まあ、講座を受講する前に、やっぱりそれがあることがすごい、この受講のまあ大きな、あのうん、などうきたきっかけみたいになっていて、 結構自分1人でやろうとしても、なかなかその一歩踏み出すに躊躇してしまうタイプで、あのこういうなんか強制力がないと自分ではやれないなって思ってる中で探し、いろいろ講座とかセミナーを探す中で、この自由大学の講座があったっていうのもあって、ですねで実際にまあその強制力を働かせていただいたおかげで、まあ、人生でこう初めて場を主催するということができたと。 ところでそれすごい大きか得たことというか、まあ、自信がな,いなかったのが、まあ、自信を持てたというのは一番大きかったというふうに思ってます。うんうん、あとは、まあ、もう一つはあのなんうの自分のタイプです。まあ、一人で何でもやろうとするうん、うん、タイプだったんですけれども,も最初の,じゅあのイベントのまあ準備段階から、まあ、いろいろ誰に、 どのような価値を届けるのかとか、まあ、そういったあのことを考える時間もあってで、自分が思っていることを話し,話したら、うん、あの周りのメンバーだったり、うん、マリオさんだったり、ショウさんだったりから、いろいろフィードバックもらって、まあ、すごいなんか自分の考えは甘かったなっていうのを気づかされ、まあ、それでいろいろブラッシュアップする中で良くなっていったんですけど、だから一人でやる うん、よりも周りの人と一緒に進めることの重要さというかそういうのをすごい、うん、あの今回感じました、はい、ありがとうございますあの本当にね超実践で一 <laughs> 回やるっていうところがあのかなり特徴的なところだっていうところとやっぱりやるねやってあの全然失敗とかもないしあのね大変そこそこ大変ではあるけれども別に なんか大何かが起こるね、自分にマイナスがあるっていうこと、全くないんだけれども、あのそこに、まあ、実施にあたってのいろんなコツとか、あのそういうのがあの、他の人からもいろいろ教えて、まあ、もちろん、リュウさんからも教えてもらえるし、あの他のメンバーからもいろいろあのフィードバックももらえるというところがいいところだと言っていただいたのかなと思います。ありがとうございます。ここについて、リュウさん、何かありますか そうですね、まあ、やっぱりこういろんな人とフィードバックし合うっていうのが、一人で、まあ、オンライン結構多いんですけど、もう聞いて終わりとか、あの聞いてあと自分でやってくださいでだと、やっぱりなかなか一人で煮詰まっちゃうんですけど、こういうのって人に話してみると、意外となんか自分の中で解決したりとか、あるいはやっぱりフィードバックを受けて、あそういう見方、って自分が気づいてないその自分の,そのコンテンツの価値とか。 に気付くってこと結構あるので、まあ、そこはやっぱりこう、まあ、意図している部分でもありますけどあのこうその、価値のある部分なのかなというふうにあの聞いてて、改めて思いました、うん、そうですね、もうそこの超実践的に一回やってみるっていうのは、すごくいいですよね、この講座の。で、あとあの、の多分コロナになってオンライン化が進んだ中で、あのね、大変になったことも山ほどあるんですけど、 一つだけ、一つだけというか、いくつかあるよ,よいところの一つが、やっぱりこういうオンラインのイベントとかを立ち上げやすくなったなっていうのはすごくあるんじゃないかなと思うんですよね。この講座も最初、リアルでちょっと考えたりもしてたんですけども、もう全部オンラインで行ってもできるし、でだからオンラインだからこそ、仲間同士もすぐフィードバックし合えたりあの、実際のイベントも、まあ、今からお話してもらいますが、 みちおさんの方はリアルでやらざるを得ないあ、でも2人ともリアルでやらざるを得ないところあるかもしれないんですけど、そこの立ち上げのメンバーとかで話するとか、まあ、そういうのが気軽にオンラインでもできるようになってきたとか、いうところのオンラインのメリットっていうのも、やりやすくなあの、イベントがやりやすくなったっていうメリットは、結構あの、講座やっててもすごく皆さん感じてる部分ですよね。 はい、あのというところで、ちょっと実際にですね、その後、どういうコミュニティをあを運営し,たあのしてたり、今後未来に向けてしていこうとしているのかというようなことを、えっと、それぞれからお2人からあの一言じゃなくていいね、ね宣伝も含めてあの、しっかり言っていただけたらと思いますが、どっちからいきましょうね、それじゃあ、モーリーさんいきますか。はい、はい もともと先ほどの自己紹介でも話をさせていただいた通りであのこの,あの主催学を受講した時に、えー、ときに会社の中で,です、ねえー、とファンコミュニティを作っていく、まあ、それをオフラインもオンラインも含めてやっていくというふうなところのポジションを任せていただいたというところがスタートでしてさあどうしようかと本当に <laughs> かじった程度でノウハウもなければという中でこの自由大学で この、えー、と講義を見つけてっていうようなところだったのがちょっとスタートですと。で、実際に一回、えー、とこの講義の中で、えー、と場を作るっていうようなところをやってみて、えー、と今ですね、そのさっきのだいぶその心の中が軽くなったみたいなところもあっているというところがあるんですけど、先々我々っていうか私が考えてるコミュニティっていうのが、まあ、自分が主役というよりかは、 えと都会にいる寄付者の方、生活者の方と、まあ、地域にいる事業者さん、生産者さんの方々が主役となってつながるようなコミュニティっというものを作っていくというふうなところを今、我々としては、まあ、会社の使命も含めて考えているというところがありますと、なので、さっき翔ちゃ者が言っていただいたみたいに、コロナ禍でまあオンラインがやりやすくなったのもあるんですけど、やっぱりその我々の業界だと、特にそのオンラインであることによって、北海道と沖縄の人がつながれるようであったりとか。 あのそういったその地域の方と気軽につながれるっていうところがすごく、えー、と気づきだったなと思って今ここをしっかりと立ち上げていければなと考えているところですとでその上で今やってるのはまず自分自身が、えー、とその場を作るとか参加者になってみて気持ちになったりとかして。 えーとどういったことが楽しいんだろうとか、どういったことを喜ぶんだろうとかってことが全くやっぱり知見ないなと思っているので、今はどちらかというと、まず自分たちやってみるっていう状況を、えー、とこの場の主催学の後もやっている形です。あの実はちょっと、あの今日めちゃめちゃぎりぎりにあの登場してしまったんですけど、それもあの、えー、と7時過ぎぐらいまでですね、今、渋谷の地下で、ちょっとチャットに貼らせていただいたイベントをちょっとやってまして、あのコミュニケーターはちょっと違うんですけど、はい はいはい、イベントという,うな形でじゃあ地域の方々と寄付者の方々がどう、えーとまあ、マッチングというか関わっていけるんだろうということをやっているのであのこういったところを少しずつ、まあ、イベントコミュニティを含めてやりながら、えー、とちゃんとした、えー、と地域の方と都市部のまュ、あ、ーの方が主役になるようなコミュニティをちゃんと作っていけたなと、はい、考えているところです。はい、以上です。 モリーさんありがとうございます。地域をつないでいく、もしくは地域と都会をつなぐみたいなことをあのコミュニティでやっていこうとしてると。うん、でも、今日結構真面目な方の話だけされましたが、確か講座の方は趣味のサウナのコミュニティを作るみたいな話でした。内緒でした、これ。内緒じゃないです。そこはちょっとサウナ作りをしようみたいなところそこはそこで、うん、はいあの、ちょっと。 裏側で進めてる感じで、はい、それはそれねすごい楽しそうなあのコミュニティができつつあるんじゃないかなと思いますが、はい、はい、あのぜひいろんなことでいろんな軸でやっていただけたらなと思います。ありがとうございました。じゃあ三庁さんお願いします。えっと私はあのパラスポーツ体験教室というのを主催していますで。 目的は、まあ、パラスポーツを楽しみながらも、まあ、多様性社会に必要な性を学んでもらいたいというふうに、まあ、そういう思いでやっています。で、えっと、試行イベントではあのボッチャという競技の体験教室、体験会を開催しまして、でその後もう一度あのボッチャ体験会を、えー、何月か2月に予定していたというのはあったんですけれども、ちょっとコロナでダメになり。えー、で えー、3月ですね、3月12日って先週なんですけど、先週、このブラインドサッカーの体験教室もをやろうとしてるんですけど、まあ、まん延防止の延長で、まあ、これもダメになりということでちと、ちょっとつまずいてるんですけど、まあ、でも今後もあの継続はしたいなっていうふうには思ってます。で、えーとまあ、あのより体験者が増えることで、まあ、障害者理解だったり、共生社会の意識っていうのが、まあ、どんどん社会に浸透していけばいいなっていうふうに思っているので、 まあ、あのリアルだけでなくて、例えばオンラインで開催して、えーまあ、全国のから参加者を募ったりとかですね、まあ、企業とか学校とかスポーツクラブとか、まあ、そういったところと連携して研修とか事業に活用してもらったりとか、まあ、あとはあの実際になかなかパラスポーツサーキやってるけど知らないという方が多いので、まあ、知ってもらうためにそのイベント情報を発信するとか、まあ、そういったことも今後やっていきたいなというふうに思ってます。はい みちおさんありがとうございました。はい、あの、みちおさんがすごいところは本当にあれですよね。もうやると決めた着実にこう布石を打ってあのやってらっしゃるとで、あのもうこれえっとあれですよね。まん延防止で2回。 延期になってるっててるいうところも本当 <laughs> まあ仕方ね、リアルだから、リアルでね、体験する場なんで仕方ないなと思いつつ、なんかここで何回も手を打ってる中で、ちょっとずつこの仲間とかですね、あ,あと道ちさんやってることが周りに広まったりとか、なんかそういうようなことの広がりとかもどんどんでき,できてきてるんじゃないかなというようなことも思ったりしますんで、なんかあのオンラインでもできるような こともなんか切り分けてですね、進めていったりとかいうのも、なんかこれから広がっていくんじゃないかなとか、ちょっと期待したりしております。そうですね、あの、やっぱり今、ご指摘の通りで、やっぱりこういうのって続けるのが大変なんで、結局は。やっぱりこう、まあ、なかなか難しい状況の中でキャンセルになってしまっても、やっぱこう、2度目、3度目と。 続けていく意思があるっていうのは、すごく、あのまあ、今はこういう状況なので仕方はないですけども、まあ、そういう,こう原動力を自分の中に見出せたっていうのは、すごく良かったことなのかなというふうに思います、はい、あのこの講座のいいところは、あのセッションの4番、四回目と5番目にあの、本当にコミュニティ立ち上げて、かなり成功されている方があの来ていただいて、お話し。 すするしてもらうんですよねなんで自分たちがこの足元から今一歩踏み出しているところと踏み出した先にあのどういう世界が待っているのかでこれがだんだんつながっていくみたいなところがあのこの講座のすごいいいところだと思うんですけど今回のセッションの4回目4回目の講義の4回目はあのさっき言ったたまたま 劉さんと私が同じコーワーキングスペースであのやってるあのこのオ,オーナーの人があの今度ゲストで来て伊、えー、能が集う場の作り方っていうのを今来週イベントしますがそれ,それとは別でまた講義の中でもやってもらうというようなこともありますしあと でですね、もう一方、5回目の方、竜さん、ちょっとご,ご紹介とかもよかったらあの松田さんという女性で、この下の絵の真ん中ですね、彼女はもともと重機かどっかの、いわゆる産業危機的なですお、ね、硬いところのに新卒に入ったんですけども。 あの、やっぱり彼女も自分でコミュニティ、ランチトリップというですね、あの、こう、世界の食と旅をこう楽しむみたいな。 あのそういうコミュニティを作って、それで、まあ、そのうちにピンタレストとか、あと FacebookJapan のコミュニティマネージャーっていうのを、まあ、そのコミュニティいろんなところからコミュニティの仕事を請け負う形でこうやってて、もうそういう、そのやっぱりから自身もですね、たまたまこうはコミュニティを始めて、それでそれが自分のその仕事というかライフワークになっていったというような感じの女性です。はい なかなか非常に明るくて楽しい方ですね。はい。ありがとうございます。じゃあ、あのここからですねみあの、修了生の方も含めてですねあの、皆さんから質問があったら答えていきたいなというふうに思いますが、えっと、チャットとかにもしあれば入れていただけたらと思います。あの、ちょっと事前にいただいている質問の中でですね、えー いくつかあのお答えしながらしていきますんで、あのその間に、あここ聞いときたいと、狩猟船にここ聞きたい、もしくは、りゅうさんに聞きたいっていうことだったら、チャットに入れていただけたらなというふうに思います。じゃあ、1つ目はですね、期間中の自主ワークの頻度やテイクアウェイですね、何があの学べるのかっていうところが何だったのかっていう質問がありますが、こっ2りえっと、最初、りゅうさんから。 答えてもらいますか頻度とかあの自主ワークの頻度とか、参加修終了生の人に答えてもらえますかねまあ簡単に僕から言うと、基本的に毎回毎回ワークはあります。はいでそ,そんなに重いものではないです。あのあの分量で言えば。ただ、やっぱ自分の中で考えなきゃいけないので、これをやりたいとか、そういうのを考えなきゃいけないので、それ自身が結構、その何でしょうね、えー、な、な、 自分の中に持っているものがないと、そこを考えなきゃいけないので、書く文字としては数百文字ですけど、それがなかなか書けなくて苦労するっていうのはあるかもしれません。はい、あとはこう実際やった方々に、ちょっとこれは僕らの提供側の考えなので、実際どうですかっていうのを聞いてみましょうスパルタ好きだと思うんで、はい、<laughs> 受け手側としてはどうでした <laughs> お二人。はい 大変ではありました <laughs>、はい、あのただ、なんか今、りゅうさんがおっしゃっていただいたみたいに、なんかその、めちゃめちゃ分量が多いとかじゃなかったんですけど、やっぱり一個一個自分の中でちゃんと考えたりとか、あとあの、先ほどのりゅうさんから即レースもありましたし、あの他のメンバーからいろんなアドバイスもあったので、それを踏襲していくったりとか、それを踏まえていろいろと、まあ、ブラッシュアップをかけていくってなると、やっぱり、 個数というかは、一つ一つにかかる時間っていうのは、すごく正直かかったかなと、特に慣れてないっていうのは自分自身だったので、ただそれだけすごく身になったなっていうのと、一個一個覚えているなっていうのはすごくあります。うん,うん。道夫さんもよかったら。そうですね、まあ同じような感じなんですけど、まあ、例えばこれから初めてやるイベントやコミュニティで、参加者がどういった目的で来てくれるんだろうっていうのは、まあ、考えても考えてもこう分からないことが。 らかなかったりしたのだ、まあ、そういう時はもは実際にや、何か、うん、箇所を集めてみて、そこでどういった人が来るのかみたいなことも、実際にやってみるみたいなこともやったりはしました。うん、実際、まあ、でもその、事前に考えるってことも大切だと思うんで、そこにあの時間をかけてもいいのかなというふうには思ったりしてます、はいうん。考えるんだけど、考えすぎても、どっちにしろわからない部分はあるというようなところは、やっぱりありますよね。 僕、あと劉さんがあの締め切り効果っていうのを言ってましたけど、あの決して強制じゃないんですよね、別にあの、ねあの、やらなければやらなくて全然いいですよみたいなトーンがあの明確に出されますんで、なんかあの無理強いは全くされませんので、ただ、自分のために考えるここの大変なことを考えないといけないなっていう、自分にプレッシャーかかる部分はちょっとあるかもしれないですね。はい、あ あと、あのえっと、子どもが見切れて、あの子どもがズームに入ってきてもいいですかみたいなことはありあの書いていただいている方はありますが、前回も、あの前々回もありましたがあの、全く問題ありませんので、あの夫だけはね、あの他の人にあの影響あるときは、ちょっと気をつけていただけたらと思いますが、全く問題ありませんので、あの全然子どもとお子さんと一緒に入っていただいてもいいかなというふうに思います。 あとは、あ、質問が、あ、はい、あ、大丈夫ですかね。はい。ーナービジネス連携かボランティアか。これはまあ、どちらでも構わないです。そんなにそれによって作り方が大きく変わることはないので、はい。あの、この立ち上げの段階、ではって言った方がいいかな。でビジネスも、いわゆるこう、えー、企業がやっているユーザーコミュニティみたいな、だからそれで言うと、企業のユーザーコミュニティみたいなところは、 若干ちょっと作り方が変わってくるので、これどちらかというと、個人がその将来的なキャリアを拡張していって、それが結果として仕事になるみたいな、えー、ところでの念頭に、それが完全にボランティア、あのお金ではなくてやりがいとかですね、楽しみとか、あのそういったところでも全然かあの、まあ、OK というか、まあ、それは本質的にはそんなには変わらないんで、というような感じでやっています。はい。ありがとうございます。 あと、江原さんから、えっと、仕事で会,あの会社で運営しているコミュニティをあをやることになりました。新たに立ち上げるんじゃないんだけど、大丈夫でしょうかと、大丈夫というか、これ、あの役に立つかというご質問だと思いますが。はいはい、そうですねで、今ちょうど言った、あの若干作り方、正直違うんですよね。 あのいわゆるこう、まあ、僕なんかもよく一緒に登壇させていただいてる、AWS のコミュニティマーケティングに立ち上げた小島さんのとか、あのそういう,こう企業が、こう、そのツールとかのこうユーザーを集めてやっていくっていうのはあって、ただ、そのコミュニティの本質っていうのは、先ほどちょっとここで言った、ここの部分、この、えー、これですね。この構造というのは基本的には変わらなくて、 でこの目的ゴールとするところに個人の,その自己実現があるのか、えー、ビジネスとしてのそのゴールがあるのかっていうところの違いでまただそうなっていくと若干の,その例えばこう人の軸も、えー、と価値観をベースに価値観というかやりたいこととかそういうのをベースに集まるのかユーザーっていう,そのこう属性を軸に集まるのかとかあのそういうのは変わっていくんですけどただそこのこう一段抽象化するとです、ね、かなりの部分が似通って ではいてで最初の段階はむしろ何て,ていうかこうあのそういうことが分かんなくて動けなく動きが取れなくなっちゃうっていうの方が大きいと思うんでまあこういうところではですね結構安心してあの何ていうんしう安心して実験まあ別に言う方で安心して失敗できる場ですし会社の取り組みとかだと逆にあの 絶対失敗許されないっていうふうにこうプレッシャーを持っちゃってあの、動けなくなるっていうところもあるんで、まあ、こういうところで、えーまあ、ちょっといろいろ人の意見をもらってみるとか、ちょっとしたあの取り組みをしてみるとか、まあ、そういう,こういろんな、さっきのこうきちっとやらなきゃいけないっていう,こうバイアスもあるわけですね。この間、の33のイトのコミュニティマネージャーの,あのオブやってたオブナイさんって人ともこう、まあ、一緒に対談で話してたんですけど、彼は一番最初、やっぱ未経験だったので、こうガッチガチに こう組んでですねあの1人なんか1万5万五千円ぐらいの予算をかけてガッチガチのやつをやっちゃったんですけどあのまあ満足はしてくれたはくれたらしいんですけどやっぱりなんかこう完全にお客さんになっちゃってもっとなんか自分たちが一緒に作るような場にしたいみたいなあのそういうふうに思っあのいうようなこうフィードバックがあっ,たあってそれからこう か目が覚めたというふうな話をしてたんですけどあの、まさしくそういうことってやってみて分かんないというか、あのがあるので、まあ、そういうところ,のそのいろ,いろこう思い込みみたいなのをちょっと外すみたいなところも、えー、こういう場としてやっていただけるかなというふうに思います。はい、ありりががとううございまますすもう時間が過ぎておのそ、ね、そろそろ終了に いきたいと思いますがあの、ご紹介いただいた25日のイベントは、今日のイベント何が違いますかという質問が来ておりますが、これはどちらかというと、の、はい、今日,の,今日の,のレクチャーがなくて、えー、とゲ,ストのあのゲストスピーカーが、まあ、どちらかというとこう実践者になるので、うんあの、もうちょっとなんというかな、こう実際に結構ガリガリやっていくと、まあ、竹澤さんもコワーキングスペースを作って。うん で結構そこに、まあ、僕も庄司さんもたまたまそこの入居者なんですけど、うん、まあそういう場をこう本当にう,うまく回って活性化している場を作っている人ですよね。で高島さんって100人会議という,う全国に広まっているこう地域イベントのフォーマットがあるんですけれども、まあ、それやっぱこうその基本的な仕組みを作ってこれは他の人たちが何でしょうね あの高島さんがいないところでどんどんみんながこうとと年まくとかそういうところでやっていくようなイベントで,でそういうのをどうやって作ってやっぱこうたくさん見てる中でどういうふうに立ち上げるのがこういいのかみたいな話だったりとかまあ松田さんの場合はあのやっぱ自分でもプライベートのコミュニティも作ってるし彼女の場合はそのフェイスブックとかピンタレストとかそういうビジネスのコミュニティもやってるんでやっぱそういうところこう共通する本質は何であってで、まあ、ちょっとこう違う部分ってどういう 何倍でどういうふうにやってるかみたいな、まあ、そんな話ができるかなというふうに思っています。まあ、要は、えーと、今回は、えー、と結構、講座の中身の話と、あとその僕が考えるこうコミュニティの,の,そのノウハウのすごい入り口の部分をはお話してますけど、えー、この25と28はどちらかというと、実践者がこうそのコミュニティってなんだろうねということをお話しするような、そんな場合になります。はいあの 質問の方であの継続の仕方とかですね、はい、あと自分があの外れた、自分以外の人もが運営を主体的に回していけるようにどうしたらなるかとかいうご質問もありますが、このあたりがあの多分の、のなんかヒントみたいなのもちょっとここでも出ると思いますし、実際その人たちが講座にも来られて、あのその彼ら自体がやってるあのノウハウっていうのをあの前回も 前々回もいろいろ教えていただいてますが、あのそういうのがいろいろ出てきてあの、ノウハウがこの場に蓄積されていってるというような形なんで、このあたりも講座を受けていただけると、いろいろ感じていただける部分あるんじゃないかなというふうに思います、はい、時間のある方はね、一旦もうこれで。あのー 出ていっていただいても構わないですけど、まあ今のところちょっと僕の方からもお答えしようと思うんで一回じゃ中締めしてその継続のところの話を、はい、それぞれ、はいはい、これからお答えしますあ、わかりましたはい、はい、じゃあ,あの一旦ここであの終了とさせていただきますんであのこの後あと5分ぐらいですかねあの継続の話だけ簡単に、はい、あのさせていただいて、はいまあ、そのあたりあの公費に来ていただいたらよりあの 伝えられると思いますんで、あの、はい、あの、一旦はこちらで抜けられる方、抜けていただけたらと思います。では、どうも、今日はありがとうございました。はい、ありがとうございました。じゃあ、もう時間あれなんで、そのまんまお話し、はいはい、お願いしますあ。継続、逆に言うと、あの、こ,この、えっ、ー、と、コミュニティの4つのシーンっていうのが、えー、その、あるんですけど、 これは何かというと、コミュニティがどうやって潰れていくかっていうことを僕もたくさん見てきたので、それをパターン化したものなんですよね。で、まあ、この逆をやれば、まああの大まあ、比較的大丈夫って案なんですけど、うん、まずはやっぱりこうその場にそぐわない人が来てしまうっていうのは一番最初のつまずきです。で、それはやっぱりこう、さっきのちょっと 旗があったと思うんですけど、人の軸とか、ことの軸って書いてましたけど、どういう人が来て何をやるかっていうことがちゃんとこうクリアになってないと、例えば、このコミュニティについて実践する場がですよっていうふうに言ってるのに、全然そういうものは興味なくて、なんかこう、ちょっと、あの、氷、え、か、ー、あるっていいから美味しいもの食べに行きましたみたいな人がいたら、一気にやっぱ真面目にやろうとしてる人ってこう熱が冷めちゃうじゃないですか。 あので,でもやっぱこうそうやって人の数は頭数集めなきゃいけない例えばあの先ほどのビジネスの話でいうと、えーびあのこうえー、ユーザーコミュニティとかだと何かこう何人集めるっていうのがなんか成果指標みたいになっちゃったりするととにかくユーザーじゃなくてもこう買う気なくてもいいからたくさん来てねっていう風になってノベルティーたくさん変わって料理を豪華にしてみたいなあの本末転倒の話ができちゃうんですよね。 でも、逆にここの場は何の場ですっていうふうに決めておけば、きちんとやっぱ熱意のあるユーザーのみを集めるというふうにすれば、最初は小さくても、その、こう、そこの場にある、こう、なんていうかな、こう、種火のような、こう、熱量が、やっぱどん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 伝播していって、で、やっぱそういう、そのさっきの人が人を呼ぶサイクルになっていって、結果としてその方がうまく回るよねっていう、こう話だったりします。あと、心停止っていうのは、 あのやっぱりこう心が折れる。これはあ,のある程度経験を積んだ人が一番陥りやすいことであの、人が集まってくるとですね、いろんなことが起きるんですね。で、さっきのこう仕事としてやってるのはまだ、それでもやっぱ心折れる人多いんですけど、ボランタリー、だ個人的にあのこう非営利でやってるのに、なんでそんなこうわけのわかんないことを言われなきゃいけないんだみたいなこととかですね、なんでこういう人が来ちゃうんだろうみたいなことが。 まあ大半はいい人,いい人でこういいことが多いんですけどやっぱたまにあると。でそうなった時にやっぱり本当になんかそれでもやっぱ他なんかこうやり続けたいっていう,こう自分の中に原動力がないとやっぱりどっかで心はポキンと折れちゃうことなんですね。それはコミュニティだけではなくてやっぱこうその僕も最初始めた時は独身でやってましたけどこあの家族ができて子供ができてそれで仕,仕事も忙しくて。 という,ふうになってくるとどこかでこうそのなんだな自分のこうキャパシティを負荷を超えてしまう時があるのでそうならないようにやっぱ負荷を負荷こう下げるとかその仕組みをいろいろ工夫して負荷を下げるとかやっぱり自分が何があってもあのまあよくお金をもらってでもやりたいことだとたまに言いますけどまあそういう,やっぱこう自然とやっぱおのずと体が動くような。 ことをやっぱちゃんと自分で、えー、見つけておくというのが結構ポイントかなというところですね。あとは、まあ、路線のっというのはちょっとこう上の2つが一番やっぱ、えー、おお多くて、路線というのはあのなんか同じような人たちがお同じようなことをやってるとまあこう大体終わるよねというのことなので、やっぱ新しい人を全に入れて新しい取り組みをすると。で新しい人が入らないやっぱりうちは盛り上がりになっちゃう。 ことが原因なのでやっぱりそういう,こう主催者自身がきちんとやっぱり一番最初にこう初回で来てくれる人が一番大事でありですしそういう人にとってはやっぱり不安とか子の場で何が得られるんだろうという思いを持ってきているのでやっぱそういう人たちをこう重点的にケアしてやっぱり仲間にこうしていくっていうことが大事ですよっていうことですねやっぱりし気心の知恵と仲間同士も俺がでも楽しいのでついつい そっちに流れていっちゃうっていうのがこう人情というものなのでそこをやっぱぐっとこう特に主催者はそうなりがちだっていうのを意識してきちんとやっぱ初回に来てくれる人を大事にするっていうのをことをこうやり続けるってことですよね。あとはあののしてよ目的を見失うっていうことでまあむしろですねあのよく NPO とかで多いんですけどなんかよく分かんない目的で立ち上げちゃって。 目的なんだったっけみたいなことは結構あるので、やっぱり常に目的を意識するっていうことが、えー、大事かなというところで、はい、ちょっとこの逆説的な形で継続のポイントというか、継続しなくなるパターンから、ちょっとこう、ポイントっていうのをちょっとお話してみました。まあ、細かくはね、もうちょっとありますけれども、あの、一番陥りがちな話で言うと、今のところかなというふうに思います。はい。 ありがとうございます。じゃあ今日は以上になりますんで、はい、はい。あの、リュウさん、最後一言何か喋られますかはい、まあ。まあこんな感じでですね。あの、聞かれたら大体あの、こう、えー、まあ今、口頭ですし、あの、Facebook のグループも作ってるので、そこでも即座にこう返すようにしているので、まああの、 こう、使い倒せば使い倒すほど価値がある場なんじゃないかなというふうにあの思います。まあ、こんな感じのノリで、まあ、こう、あの、面白そうだと思ったら来ていただければ嬉しいですし、まあまあ、あのー、これも何かご縁であの、仮にね、こう、スケジュールの都合とかも含めてえこれなくてもですね、まあ多分何か、また、あのおは、お会いするというか、あの、接点もあろうかと思いますので、まあ、そんな感じで気楽にまた、 あの、ご縁があればというふうに思います。はい、以上です。はい。じゃ、今日は、あの、以上となります。あの、修了生のお二人、ありがとうございました。はい、参加いただいた、はい。皆さんもありがとうございました。はい。どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。はい。はい。失礼いたします。失礼します。失礼します。